まあ、あのビジネスには信頼関係がものすごく大事だと思いますけどもあの意外な一面を見せることによってえこれがですねその信頼関係が強くなるってことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね弱い面を見せてみるとかね失敗したところもちゃんと罪み隠さずお話ししてみるとか、まあ、そういったこととか実際はこうだよみたいな裏側を話していく、まあ、そういったことによってああやっぱりそんな意外な一面もあるんだよねとそういうふうなことを罪かさず 話してくれるこの人は信頼でできるななとといいうううに思思っていくのかなと思うんですよ、うん、まあなんかその金持ちマーケティングっていうのはね昔ありまして今でもあるんだと思いますけどもいつもいつもホストクラブで大酒飲みしたりとか高級車乗り回したりとかねタワーマンションの画像とか高級ランチ高級エステこういったものばっかり出てるのは確かにねああ金持ちそうだなと思うんですけども逆に本当かなできすぎてるなみたいに思うわけですよね。 うんまあ、ですんでねそういったところで、うん、なんかこう地域のボランティア掃除をやってますみたいなところでねなんかこう意外な一面見せたりとかそういう人が絶対やらないだろうみたいなことをポンとやってみるとかねちょっと今日は昼食ラーメンですみたいな確か BLF さんっていう株の大物っていうのは食事の時間が惜しいからカップラーメンみたいなのをコンビニで買って食べてるみたいなね3億円か5億円か知らないですけど豪邸で。 カップヌードル食べてるね。これ美味しいですよ。とか言ってね。まあだからといってあの人はね、なんか、コミュニティ作ってビジネスをするでもなくて、ほんと投資家ですよね、うん。まあ投資をやっているからビジネスする暇がないみたいな感じですか。うん。なんか、ね、宮下さんも経験があると思いますけども、忙しい、会社勤めが忙しくって投資ができないとか、会社勤めが忙しくってビジネスできないとかね。 一体誰のために何をやってるんだと思っちゃいますけどもまあ本当色々といろいろとゃうんでしょうねねきっと、ね、でそれを否定されると自分がやってることがね騙されてるみたいな感じで「いやいや違うんだ」みたいなこの正当化が始まるみたいなこともあるのかなと思うわけですけどもいかがでしょうかそれではいってらっしゃい。